作ろうかなと。お風呂入る時間をギリなかった、なんかいろいろしないといけないことがあったからね、それをしてたらちょっとギリギリなかったから入んなかった。はい、閉まった後入る。風呂上がりじゃないよ、メイクしてるよ今メイクしてます。これアンテナ 50% って何いつも 50% じゃないよ別に、その時によって結構違う今 50% じゃない、アンテナ別に安定じゃないけどなゲームしてない、さっきやろうと思えばできたけどやんなかった、やんないね今日は。もう明日早いしやらないです、できなくなっちゃうな、ゲームなんかいろいろあるから。PC あまり使い、 PC でもめっちゃ使ってるわけではないかも、使ってるには使ってるけど、使ってるには使ってる、クラッピーしてないよ。私やる人は当たったの、今もまださ、あれなんだっけ、抽選入場、もう普通に入場できなく、できるんじゃなかったっけ、あれわかんない、普通に入場できないっけ、もう何言うか気になってて眠れないちょっと内緒、内緒です、あるけどそこに見せないその見かけ、お話し会の時さ、下ろしてるとなんか、そう、なんかあれ、なんか、そう、なんかあんまり写りが好きじゃないから見かけてるそちらがすっきりするから。あ、土日が抽選、この間いつ行ったっけな、この間平日だったのか、何も考えずに行ったわその時土日は抽選か、え、土日も抽選なのか、でもそっかそっか抽選あるってこと、もう全部さ抽選ないのかと思ってた。 CR CR クレイジーラクーンスター、どうだっけ、どこで見たっけそれ、いつか見た、どこだっけな、これじゃない、なんかツイッターで、平日の混雑時や
土日は入場制限や抽選入場を設ける場合がございます。これ見たのか。明日はそういうことね、抽選ってことで、まあ行かないけど明日は行かないんだけど、リノベルが、リノベル、真意のダフィーフレンズの新しいキャラクターでしょ。キツネみたいなピンクのキャラクターかわいいよね。めっちゃかわいい。言ってないやん、そのキャラクター出てからディズニーカフェのこと。あ、聞いてない、今日忘れてた。明日覚えてたら聞くわ覚えてたら。あれってキツネ、あれキツネじゃないのかな、キツネだと思ってたんだけど違うのかな、わかんない、キツネかと思ってた。キツネの子？キツネで会ってるみたい。わかんないよね、確かに。猫って言われれば猫な気もするし、あのキャラクター似合いそう。私ショートしたことないんだよね。そうだからショートウルフはしてみたいけど似合うかわかんない、したことないから。一番短いので、顎ラインのボブぐらい、ここら辺加入前だけどボブにしたことある。顎下ラインここぐらい、だいぶ短いボブにした。オフ2回あるよ、までに入る前に2回、入る前に2回した、入ってからボブにしたことは1回もない。短くしたことはあるけど、肩ぐらいの、肩下ぐらい。でもなんかボブっていうには長いみたいなボブじゃない、このぐらいの長さはあるけど、大体からは短くしてもこのぐらい、一番短く切ったの、そうだね、このぐらいだ。入る前に2回ぐらいある、片上に切ったのが。なんか流行ってて、ボブが、私も切りたくなって切ったなんかボブ、中学生ぐらいかな、ボブしてる子がなんかめっちゃみんな切り出して髪を、で見てたら私も切りたくなって2回ぐらいやった、したけどあんまり似合わなかった朝の配信はなかなか画面の向こうに誰かいる。朝今日配信したっけ、え、今日のこと、いつの朝、今日してないよ。画面の向こうには誰もいない。画面の向こう、壁壁、ライトがある、誰も立てるスペースない
妹たちも長いかな、今は。今長い。中学生の妹は短くしたり、なんか伸ばしてたりみたいな感じだけど、今多分長い。その短い時に比べたら私よりかは長くないけど、なんていうの、ミディアムくらい、ここら辺めっちゃ長い時じゃない。弟の髪型、弟の髪型、あれなんていうのかな、わかんない。男の人の髪型よくわかんない、種類が。弟はなんて言ったらいい、普通の髪型わかんない男の人の髪型わかんないよ。もうマッシュじゃないね、弟マッシュではない。よくわかんない、ボズでもないけど、なんか普通の髪型よくわかんない。なんかもうお母さんの頼み方も適当、なんかかっこよくしてくださいみたいな、いい感じにしてくださいみたいなそんな感じ、頼み方がお母さんがいつもついてってんだけどそんな感じ、適当だから近くの病院に弟ついてってる適当。弟もこんなのがいいとかないからさ、別に押されるのままだよそう、一回だけ一緒に行ったことがあって、行かないんだけど基本いつも、だって行っても何もすることないです、待つだけだからさ、暇だから行かないんだけど、一回だけ行ったことがあってね、ついて行ったことが、めっちゃ暇だったその時にそう、すっごい適当だった、お母さんの頼み方が。足見せてとかさ、なんかこここんな感じで切ってほしいみたいな感じで言うんじゃなくて、なんかもうなんかかっこよくしてくださいみたいな、いい感じに切ってくださいみたいな感じそんな感じで頼んでた。なんていう髪型か知らない、行かないしね、ついていかないし。私がそのついていった時に、こういう髪型がいいんじゃん、どういう髪型がいいと思うって聞かれたから、なんか画像とか検索してさ、こういう感じでいいんじゃないって見せたらさ、いやちょっと前髪長いから、この髪型前髪長いからもうちょっと短い方がいいって却下された却下されました見せたら前髪長いって言われたお母さんに却下された。いや、アシムじゃないと思うよ、弟。なんかよくわかんない、でもどんな髪型かって言われたら難しい説明弟決めないね、弟何でもいいみたいな、もう早く帰りたいみたいな感じ行かないといけないのみたいな、もうちょっと早くして帰ろうよみたいな感じ、弟は興味ない。
なんか小学生だからな、あんまなんかそんなにって感じ。髪型これから大きくなったらもうなんか自分で病院行ってみたいな、こういう髪型でみたいな言うのかもしれないけど、今はそんなに興味なさそう。そうだからもう美容師さんにお任せお任せで切ってもらって、ヘアワックス、あーつけ始めちゃうのかなつけ始めるのかな。この日が来るのか、いつか。面白いな、そんな日が来るの。逆になんかも寝癖はね、もう小学校ちっちゃい頃はさ、普通にもうそのまま気にせず行こうとしてたけど、高学年なんいつからかな、でもそんな5、6年生ぐらいかな、自分で寝癖直すようになったね進歩、自分で寝癖、髪濡らしてドライヤーしてるとこ見たことあるわ。多分寝癖がついててやってたのかな。あ、な、寝癖治んないって言ってるの見たことあるな見たことあるかも。あ、どう？あ、若干いってる。そこまで多分髪に関しても興味がないと思う。弟がそう一番下。鏡見る時間も増える。弟も、うん、で鏡さ、6人家族でさ、鏡がさ、そんなさ人数分ないからさ、鏡6個もあるはずないからさ、家にそういつも鏡取り合いになるんだよね、朝とか特に朝。もうだからみんながもう朝さ、登校する前とか学校行く前とか仕事行く前とかすっごいバタバタしてるから、そう行かない、その時間帯リビング行ったら巻き込まれる何か頼まれたりしちゃうみんなバタバタしちゃう。そのさ、洗面台のところにある鏡でしょ、みんながよく使う。いや、そことなんか全身鏡があるの、その2箇所を使うの2箇所しか多分なくって、こうみんながよく使うか、リビングに近い鏡とかが、だから取り合いだよね、ヘアアイロンとか。私がそのまあ学生の時とかさ、そう妹と「お前アイロン使って」みたいな会話してたもん。そうそう、みんな大体同じ時間に出るから余計に。
みんなバタバタしてるさ。歯磨きするじゃん、で洗面台でうがいしたいじゃん、並ぶんだよね、誰かが使ってたりするから、だいたいさ前に一人とかいたりするから、早くどいてみたいな、早くみたいな、あったりとか、洗面台でコンタクト入れるんだけど、その妹と私とお父さんがコンタクトだから、そうもうそれでもさ、洗面台一個しかないからさ、何個もないからさ、流しお母さんがなんかやってる、いつも作業してるから、ご飯作ったりお弁当作ったりとかしてくれてるから使えない。だからいつもバタバタするんだよね、時間がなくなっちゃう。メガネにしよう、嫌だよメガネ邪魔だもん、メガネ邪魔。もう落ち着いて、いやもう落ち着いてないよ、だって私以外はさ、その朝すっごいバタバタしてるからさ、私はもう学生じゃないからあれだけど、みんな学生だし、お母さんとお父さんは仕事行くしで朝忙しそうだから、もうそんなリビングの忙しそうなところには行かずに、巻き込まれないようにもうすごいからね、めっちゃバタバタするからねもうなんか8時前とかになるとやばいって言って、みんなみんなバタバタしてるから巻き込まれないようにね、それに違う部屋いたりとか8時前が一番バタバタしてる妹たちもお母さんもお父さんも仕事行かなきゃで一番バタバタしてるその時間帯、確かに私も学生の頃そのぐらいが一番バタバタしてた、やばい学校間に合わないとか言ってバタバタして、学校間に合わないはしょっちゅう聞くね私も言ってたし、そう妹たちもしょっちゅう言ってる、でも8時だよって言って、間に合わないよとか言って準備してんのみんなそんな感じお母さんお父さんも結構バタバタって感じ家出る直前、ギリギリに行くタイプ学校とか、そんな早く行かないな、いつも早く準備できた日は行ってたりしてたけど、そうなんかなんだろうな、そう結局バタバタしてた、人数多いからさ、こううまくいかないんだよね準備がやろうと思ってもさ、こう洗面台もさ、なんか先使ってたりとか、全身鏡でこう全身鏡のところでいつもヘアアイロン置いてるから、そこでみんなヘアアイロンするんだけど、座ってそこの前に全身鏡の前に座ってやるんだけど、使われてたりとかでバタバタするんだよね。なんでバタバタするんだよ。そう。でも今はさ、私がもうあれだからさ、学生じゃないからそんな朝早く出ないからさ、朝早くだから仕事がない限りは、めっちゃ早くいない限りは。だからそう一人減ったからまだあれかもだけど、まだいいかもだけど、すごかったよ、もう6人が全員バタバタしてるからね朝やばいとか言ってそ
なんで6人だよ、6人家族だから6人で1つの洗面台を順番で使ってるから、そりゃ時間なくなるよ。でもお手洗いはね2個あったから、2個あるから、1階と2階で、うん、1階でも基本1階にいるからさ、2階にわざわざ行くのめんどくさいじゃん。だから基本1階使いたいけど、1階が誰か使ってたら2階に行くみたいな。でもどっちも使っててはあんまなかったな、それはあんまなかった。トイレ2個、猫、え、ね、猫のんきに寝てた朝、いつもゲージの中にいてさ、あ、めっちゃ泣いてたり、出してほしくて。お母さんも仕事だよ、お母さんも働いてるから。ゲージに入れてるんだよ、猫基本ゲージに入れてる、いつも。で、なんかその面倒見れる時だけゲージから出すって感じ。じゃないとちょっとすごいことになっちゃう、家の家にある障子とかが、襖とかソファーとかがもう家中すっごいことになっちゃうから。基本ゲージに入れてる。キャットウォークね、なんかキャットウォークでもね、作れないんだよね、作れない、壁に穴開けたりできないから、大家さんに怒られてしまうので。いいけどね。常にやっつけてない電気、夜と普通に消す、猫いても普通に消す。もう早く寝なって言ってお父さんが消してる、いつも。早く怖くて猫が入る。いや、大家さんによ、いや親さんにダメだって言われたらそれダメだから住めなくなるじゃん。大事でしょそこは。家追い出されてしまうよ。ね、猫夜行性、確かに猫夜泣いてたりするけど、お父さんの部屋にさ、お父さんの部屋ってかお父さんのベッドがある部屋に猫のゲージ置いててさ、お父さんがいつも猫飼い始めた時猫がうるさくて寝れないって言ってた。ずっと泣いててさ、猫が夜中に泣いてて猫がうるさくて寝れないって、猫のせいで寝不足って言ってた。最近慣れたみたいだけど。そう、違うな、一番最初はお父さんの部屋じゃない、隣のなんか部屋にリビングに置いてたの、だからちっちゃいゲージで、その頃は。でも扉あるけど襖だからさ、めっちゃ聞こえるのね声が。隣の部屋でもちょっと大きくなって、大きいゲージに変えてからお父さんのベッドがある部屋に移してゲージを。
初の頃言ってたね。猫を持ってた、ちっちゃい頃、子猫の頃、うるさくって寝れないって夜中に起きるって言ってたやるね、泣き出しちゃうから猫が。言ってた。でもゲージから出してほしくて多分言ってるけど、ゲージから出すとすごいからな、もう走り回って部屋の中、ちっちゃい頃とか、そのよく泣いてた頃、走り回ってさ捕まえれないから、なかなかゲージ入ってくんないから寝れなくなっちゃう、こっち。ゲージの扉開けた瞬間すごい勢いで出てきてたちっちゃい頃、これこの子猫、今よりもうちょっとちっちゃい頃、今ちょっとだいぶ落ち着いたけど、走って出てきてから出てきてた。でもゲージ入れてないとね大変なんだよね、面倒見れない時とかにさ。ゲージの中にさ、猫のトイレがあるけど、その辺でしちゃうんだよね、出しちゃうと、ゲージから。だからもうずっと出しっぱなしはできなくて、ゲージの中で入れてそれに慣れさせちゃったから。すごいことになっちゃうから、だからずっと出したか。もう最初からゲージに入れずにそれだったらいいかもだけど、普通に部屋に置いててみたいな。猫ちゃん用のあの砂、トイレのあの砂あるじゃん、あれ置いててだったらいいかも。ゲージにあるの慣れちゃう。ゲージ、ゲージ大きいけど、そのなんか何匹もって感じじゃない、一匹ぐらいのサイズ、大きいのは大きいけど、爬虫類そんなにトカゲとかでしょ。いや見る分にはいいけど、なんかこう触った時の、こう触られた時のさ、こう手乗った時のあの感触ちょっと苦手かも。見る分には全然いい。でも飼えないな、爬虫類飼うとさ餌が虫じゃんあげれないミルワーム嫌だったし、文鳥を飼ってる時のミルワームめちゃくちゃ嫌だった。冷蔵庫に虫が入ってるのが嫌だった絶対飼えない爬虫類。前髪伸びた、え、この間切って、私つい最近、絶対それはない最近買った、最近切ったから。ハムスターは飼ったことはないんだけど、学校で飼ってた頃ことが一回だけあるかな。小学校あれ何年生かな、小学校4年生、いやもっと前、3年生とかか、小学校3年生とか飼ってた、学校で飼ってた、教室クラスで飼ってた。
なんかね、その先生ちょっと変わっててね。いや、ハムスター買うだったらまだちょっとあるじゃん。なんかその先生の机の上にいつもさ、カイコ、なんか幼虫あるじゃん、あれをなんかずっと飼っててさ、机の上で飼ってるっていうか、なんかいて、もうだからすごくて、なんかその時に触ったことあるの、カイコ。今考えたら触れないけど、絶対にカイコ YouTube 机の上にいたの。めっちゃ、あれめっちゃ柔らかい、めっちゃね、触ったらね、こんなふにふにしててさ、なんか柔らかくて気持ちいいんだけど、ね、もう触れないわ、無理、絶対無理、もう無理もう無理だけど、理科の先生とかじゃなかった気がする、あんま覚えてないけど、小学校3年生の時の先生、何の先生かあんま覚えてない、ちょっと覚えてないけど、すごかった、先生の机の上カイコの糞だらけだった、その周りがすごかった、カイコ、カイコなんか机の上で飼ってた、触ったのがみんな触るみたいな感じで、私も一回だけ触ったことあるんだけど、いやもう触れないわ、もう無理。昨日だから虫、虫って言ってもなんかダンゴムシとかアリ手に乗せるぐらいだったら乗せるって言ったけど、それ以外は触れない。誰かがなんかね、葉っぱ、なんか違うな、どんなんだったっけな、どんなんだったっけ、なんかでっかい箱みたいなのが入ってたような気もするし、なんかペットボトルにさ、なんかちょっと長めの葉っぱみたいなの刺しておいてさ、そこになんかカイコがいっぱい乗ってたようなイメージもあるね。どんなんだったっけ、ちょっとあんま覚えてないわ。でもとりあえずカイコ飼ってたの、机の上で、先生の机の上で、でもあんま覚えてない。あまり覚えてない。でも誰かが餌あげたりって感じじゃない、先生がなんか全部やってた。ハムスターは消して飼ってたけど、その時なんかなんでカイコを飼ってたのかも全然わかんないけど全然覚えてないけど、なんでか飼ってた、今ハムスター飼ってたのはその時かな、その時くらい飼ってたって言ってても、クラスでだけど、自分で飼ったことはない、家でみたいな。クラスで買ってた。うん。次ペット飼うなら、いやもう猫がいるから十分だよ。うちには猫ちゃんがいるから。十分だな。熱帯魚、魚か、魚今まで飼ったことない、金魚とかも飼ったことないし、金魚すくいもやったことない、魚
でも多分何も買わないの絶対に、ニコ以外。猫がいるから十分だよ。鳥前飼ってた。今はいないね。何年か前だね、鳥は。何年か前まで飼ってた。鳥今までで3匹ぐらい飼ってた。確か3匹か4匹、いや 3だな、3匹飼ってた気がする。うん、多分3匹。いや3匹とも飛んでいったわけじゃない。ネタの一匹だけ。息はあれだね、もう。リュースで犬飼える。あ、なんかあったね、あれ。なんか流行った。私持ってないけど。懐かしい。なんか、犬飼うやつ。それからわかんない、名前ちょっと覚えてないけど。そんなのかな、ちょっとわかんない。なんか飼えるやつ、犬飼えるやつ。猫バージョンもなかったっけ、それの。なんか犬と猫があった気がする。なんか犬とか猫飼うゲーム。散歩連れて行ったり餌あげたりみたいな。もう落ちしてたよ。2台ぐらい持ってた。一番最初にやったのは多分幼稚園とかそのぐらいの頃で持ってたのは、次に持ってたの小学生ぐらいかな。そっから持ってないけど。猫今何歳、猫今1歳半ぐらい、それぐらいかな。1歳半ぐらいだと思う。いや、正確な誕生日知らないんだよね。拾ってきた猫だから。いつかわかんないけど。何月っていうのしか知らない。動物飼うのはね、確かに大変だね。そう。生き物飼うから。ちゃんとお世話しないと。カワウソカフェ、カワウソカフェとかあんの？いいね。カワウソ、カワウソテレビとかでしか見たことない気がする。実物見たことあるかな？水族館でいるっけ？大分カワウソ。あんまわかんない。55分ありがとう。13位からランキング見ますね。13位、ベベモンさんありがとうございます。13
12位、あきひこさん、ありがとうございます。11位、なかみんさん、ありがとうございます。10位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。9位、チョロさん、ありがとうございます。8位、ウドさん、ありがとうございます。次、7位、トアさん、ありがとうございます。6位、バトニーさん、ありがとうございます。5位、おまめアットマーク、キョカタモズさん、ありがとうございます。4位、ラスカールさん、ありがとうございます。3位、ジャークスナーさん、ありがとうございます。だあ、あ、カタランキング13回もかよ。13位、チョロさん、ありがとうございます。12位、マルさん、ありがとうございます。11位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。10位、ウドさん、ありがとうございます。9位、トアさん、ありがとうございます。8位、トシノリさん、ありがとうございます。7位、バトニーさん、ありがとうございます。6位、おまめアットマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。次、5位、ラスカールさん、ありがとうございます。4位、ジャクソンさん、ありがとうございます。3位、香港のアルマットマーク、お話し会、お話し会楽しみさん、ありがとうございます。次、2位、フロマンさん、ありがとうございます。そして1位がグランツアットマーク、許可タムズさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。明日の配信は明日お話し会、お話し会の行く前に、今日と同じ時間に起きれば行く前にできるはずだから、多分ね、ちょっとまだ出る時間決めてないからわかんないけどできるはずだから、時間があればお話し会行く前、家出る前にやって、まあ、なければ帰ってきてから多分2回でできるよね。別に無理そうだったら1回か、1回できると思う。帰ってきてから2回やるかも。できなそうだったら、お話が行く前に1回、できなそうだったら帰ってきて2回やります。今日と同じ感じで、今日はできなかったけど、ちょっと今日は時間なさすぎた。今日朝配信するんだったら5時起きになってた普通に無理だっただからでもできそうだから、でも分かんない、なんか準備に時間かかったらできないから、明日の準備が終わる時間次第だな。からそうだね、明日朝時間があればお話し会行く前やって、なければ帰ってきて帰りに帰る、こんな感じで。で、明日はお話し会で、ハロウィンのコスプレ、コスプレっていうほどではないけど、なんか服着ます、ハロウィンっぽいやつ。配信できないけど、明日は、明後日着るね、同じやつ。じゃあまた明日、そろそろ時間だよね。じゃあまた明日の配信で、ちょっと明日早く起きて、できるだけ朝できるようにしますね。朝行く前に、朝か分かんないけどじゃあまた明日、ありがとうございました。おやすみなさい、バイバーイ、おやすみ、ありがとう、バイバーイ、おやすみ、おやすみなさーい。